はい、皆様こんにちは。コミTV八木でございます。有村でございます。本日は我々2人が揃った回ということで、はい、かっこいいシリーズ配信したいと思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。もうだんだん認知されてきてるんじゃないかなと。結構ね、ちょっと広まって、こう巷で広まってる感じは全然広まってないまあでもコミットを見てくださってる方々は楽しいよとかって声かけていただいて本当に嬉しいです。はい、ありがとうございます。我々2人が送るかっこいいシリーズに関しては、うん、時計の見た目、かっこよさ、ここを追求する動画になっておりますので、もう本質ですから、うん、そうですね、はい、もうこれつけたいというようなね、かっこいいものをどんどん紹介していく回でございます。はい、皆様ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。お願いします。今回我々が皆様にお届けするモデルは、はい、ロレックスデイトジャストです。はい、ヘイ DJ ですね。ヘイ DJ 来ましたよ乗ってる、はい、いいね。ヘイ DJ ですよ。 DJ やっぱりこれ初めてだけど、うん、ぜひやりたいなと。そうね、まあ、そしてリクエストがありましたので、そうですね、まあ、今回はこの DJ やらせていただこうということで、はい、もうねヘイシリって言ってる場合じゃないですよヘイ DJ だと。ヘイ DJ ですよ。やっぱ時計好きだったらヘイシリじゃなくてヘイ DJ。 そうそうそう、いいね。言っちゃいますもんやっぱ言わねえだろ今回デイトジャストのかっこいい部分を紹介させていただく前に、うん、我々のこの企画といえば、はい、最後に2人がかっこいいショットを載せさせていただいてまして、うん、どっちがいい写真なのかっていうのを皆様に選んでいただいております。はい、で前回、やらせていただいたのは214270、はい、こちらエクスプローラー1を配信したんですけども、その時のかっこいいショット、これの結果発表、はい、今回も発表させていただきたいと思います。はい、勝者は私でございます。マジっすか、すごいな、連勝がもう止まんないですね。最近乗ってますね。え、最近乗ってます。あのシャドウ2連発でマジ、あの鏡使ったマジ鏡行ったら全部勝てるちょっとあのこすったノーチラスのブチコン、それからエクスプローラー、うん、両方とも鏡を使いました。しかも2連チャンよね、あれあれね、やっぱよく見えるんですよね。こするんですよ皆さんもう今回は使わないちょっと味を占めてね。まあけど勝利は勝利ですから。そうです、僕が5勝、大地くん3勝、うん、3勝いい感じに僕勝ってます。こっからか結構ねやっぱ1ポイント離されましたけど。そうですね、あまあ何でもね、ドラマはやっぱ2点差以降のやっぱ差が必要ですから。なるほど、やっぱ面白くするにはね、あえていい点数にはなったんじゃないですか、はい、じゃあ今回から逆転を狙うと、うん、やっぱサッカーでもね、なかなか 5-4 だったらいける気しますけど、うん、5-3 ちょっと厳しい感じするこの、 あの感じがいいんですよね。なるほど、はい、でもサッカーはね2点差が一番危ないって言われてますから。おお、じゃあもう危機感持って。だから僕ね相当今危機感持って2点差が一番ひっくり返されやすいって心理的に。で1点取られて追いつかれると焦って、で同点逆転、はい、このパターンある。じゃあ今心理的には僕の方がまだ上回ってる、ね、そうそう、ちょっと僕焦ってるんですよ、ね、こう頑張んないとここで今回勝てれば、はい、だいぶ話せると思ってます。最後に、紹介するこのかっこいいシリーズ、ぜひ、どちらが良かったか、ね、1か2か入れていただくだけなのでね、はい、コメント欄にぜひよろしくお願いいたします。はい、さあということでちょっと前置きなくなりましたけれども、うん、いつも通り丸1背景、丸2デザイン性、うん、丸3つけ心地ステータス性、これに沿って、ご紹介していきたいと思います。はい、じゃあまず1つ目の背景、うん、デイトジャストの背景、素晴らしいですね。すごいですよね。もともとデイトジャスト1945年に登場してるんですけれども、うん、この時ロレロレックスの3大発明と言われるオイスターケース、パーペチュアル機構、デイトジャスト機構、うん、これが全て備わったモデルということで登場しております、うん、当時はもう革命ですよ ねそう思います、ね、はい、まあ、やっぱり今でこそ馴染みがあるオイスターケースもそうだし、うん、パーペチュアル機構もそうだし、デイトジャスト機構もそうですけども、うん、これのやっぱり元
となったね、全部揃った元となったやっぱデイトジャストっていうのはすごく今の礎を築いているモデルなのかなっていうのは思いますね、うん、ありますね、はい、なのでそういう意味ではなんか、まあ、今スポーツモデルが、うん、どうしてもフューチャーされてるとは思うんですけれども、うん、背景を知るとやっぱりデイトジャストってすごいんだなっていうのをすごく感じましたね、うん、そうですね、なんならこうロレックスの今までの一番の自信作言ってもおかしくないんじゃないですかね。そうですね、うん、そう思います。まあデイトジャスト、まあ、今回ちょっと取り上げてないんですけどオイスターパーペチュアルのモデルもそうですけど、うんうん、この2つがやっぱりベースとなってるんじゃないかなというのは、うん、そうですね感じますね、うん、しかも海外の人とかも結構つけてますからね、やっぱりそうです ね多いです、多いですよね。最近来られる海外の方もデイトジャスト探してる方も結構多いですし、もう多いです、もう人気ありますよね、はい。でも正規店でやっぱ買えなくなってきてるモデルの一つでもありますので、うん、はい、やっぱり評価が上がってきてるんじゃないかなというのは感じますね、うん、そうですね、まあ、背景的にはもうロレックス3大発明を全て搭載した本当に初期のモデルとして、うん、一押しかなと思います、うん、素晴らしい背景ですね、素晴らしい背景ですね、はい、じゃあ続いて2つ目のデザイン性、うん、デザインは豊富ですね、豊富、めちゃくちゃ豊富、もう頭の中にもぐるぐるぐるってなってるぐらいやっぱりいろんな文字盤、いろんなベゼルとかね、そうですね、はい、まあもうバリエーションが様々なので組み合わせが本当に多岐にわたる、はい、まあ、簡単にちょっとご紹介していきますと、はい、まずさっき言ったダイヤル、ダイヤル、これもバリエーション豊富、うん、もう一番豊富じゃないですか、いや本当そうです、はい、一番豊富です、一番豊富ですよね、はい、ロレックスの、まあ、ホームページを見ていただきますと、うん、ダイヤルこう選べるというかね、うん、スライドしてこんなダイヤルもあるよみたいな感じで出てくるんですけれども、うんうん、やっぱりデイトジャストが圧倒的、うん、これはすごく選ぶ楽しみありますよね、そうですね、もう本当スクロールしてたら寝れないぐらい、ね、寝れるわそんな長くねえわ色合いが同じでもやっぱりこのね模様がついてたりとか、うん、そうですね、まあ、そういう種類のね確かに違いもありますから、今なんとかフルーテッドモチーフとかそういうのもね出てきたりして、うん、インデックスの表記も違ったりとか、そうですね、結構面白いですよね、はい、様々あるんで、うん、ありますね、なんかこうね一本欲しいなっていう人とかはね、うん、結構こう自分好みのやつを選べるのかな、選べると思います、うん、感じはしますね、であとはコンビモデルも存在しますので、うん、はい、まあ、そのコンビモデルでもやっぱり文字盤が違ったりとか、うん、すごく選べる、うん、まずダイヤルはもう本当にそこ、はい、もう選びがもう豊富すぎて、うん、とにかく楽しい、うん、これが一つ挙げられます、そうですね、でそれに加えて次ベゼル、はい、これも大事ですね、うん、まあ、フルーテッドベゼルに関してはゴールドの素材を使用している、はい、でスムースベゼルに関してはまあシンプルな、ね、ステンレスの、うん、ベゼルということで、はい、これも好みが分かれますね、そうですね、うん、あとブレス、ブレスですね、これも2種類、うん、ジュビリーと、はい、オイスターとありますね、はい、まあ、これは組み合わせ多分何パターンできるんだぐらいあるでしょうね、そうです ね素材も、素材もそうか、素材もそうですね、はい、イエローゴールドとのコンビ、それからローズゴールドのコンビ、うん、これもありますからね、はい、ホワイトゴールドの、まあ、ホワイトゴールドは、まあ、ベゼルですけど、はい、これはすごく面白いと思います、うん、まあ、この動画見て気になったらロレックスのホームページ見ていただければ、はい、全部の組み合わせこうできるように自分でなってますんで、そうですね、ちょっとテロップ入れとってもらってですか、ね、寝れないかもしれない、はい、それ見出したらね、見出したらね、はい、確かに大志君、どの組み合わせ好きですか、僕ね、やっぱりねベゼルとブレスの組み合わせ、うん、のところで、うん、ベゼルがフルーテッド、うん、ベゼルフルーテッドやったらブレスはオイスターでいてほしい、ほう、ブレスがジュビリーなら、うん、ベゼルはスムースでいてほしい、なるほど、うん、バランスを見てってこと、そう、やっぱコナドのねつけ心地のところにもあるんですけど、はいはい、やっぱりその見た目のところで、うんうんうん、こうジュビリーだとやっぱもう遠目からでも、うん、あ、すごいこう輝いて、うん、あ、はいはい、高級だなっていうオーラが出るんですけど、はいはい、そこが僕がフルーテッドだと出すぎる感じするんですよ、なるほど、主張が激しいと、そうです、です僕はあんまりこう普段の服からあんまりこうめちゃくちゃ綺麗な服っていうのが少ないからだと思うんですけど、うんうんうん、ジュビリーの時はベゼルはすごいこうシンプルでいてほしい、なるほど、なるほど、でベゼルがフルーテッドでキラキラしてる時はブレスがオイスターでシンプルでいてほしい、いいこの引き算こううまく掛け合いなんですね、そう、でやっぱダイヤルも、ダイヤルはダイヤル何色、そうダイヤルも行き過ぎないやっぱりグレー、ほう、僕はねグレーのバーのインデッ
ックス、まあバーもそうですし、大人気のウィブルドン、ああスレートローマン、うん、スレートローマンもいいなって思いますけどね。やっぱインデックスに芝生えてるじゃないですか。生えてねえよやっぱウィンブルドンなんでね、テニスなんでね。そうですね、まああのダイヤルは通称ウィンブルドンというふうに言われてますから、はいはい、グレーにやっぱグリーン の、 あのローマインデックスかっこいいな、確かにな、がやっぱいいなとは思っちゃうんですけど、いいなかっこいいなとか、それ確かに渋くつけてたらかっこいいですね、うん、つけた時の自分のこう高揚感、なるほど、すぐラケット持ちたくなる、ははは、やられたらテニス持ってねえだろまあ今絶賛ゴルフだからね、ゴルフね、だから同じですけどね本当に。ヤギさんは、僕はやっぱね分かりやすいの好きなんで、ほう、意外とおフルーテッドにジュビリ、うん、もうザおもうこのキラキラって、キラキラ、まあスーツとかやっぱピシッと系が多いんで、そう、ね、まあ、どっちかといえばドレス寄りに振りたいなっていうのがあります、ね、うんうん、確かに、あのそれはそっちの方が合う感じ、ね、うん、スタイル、自分のスタイルとして、うん、で文字盤は、うん、緑色好きなんで、あら、あの新しく出たミントグリーンこれがミント入れちゃいますね、ミントグリーン、やっぱ爽やかでかっかっこいいんすよね。まあね、もうミントグリーンで聞くだけで爽やかですから、ね、そう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 、はい、確かにコーポレートカラーのちょっとグリーン も、うん、もとしてね、まあちょっと色味違いますけど、うん、でもやっぱミントグリーンね、すごいなんかいい好印象なんですよね、まあ、だからミントグリーンにフルーテッドベゼルのジュビリー、これがちょっと欲しい、うんうん、まああのグリーンはね、ファッションの世界とかでも合わせやすいっていう、うん、やっぱ一つのカラーにはなってるんで、なるほど、いいですよね、いやこの辺欲しいですね、皆さんもぜひこのお気に入りの組み合わせ、ダイヤル、ベゼル、ブレス、あと素材か、うんうん、ここをちょっと選んでほしいですね。そうですね、まあコミットでもね、結構こう入荷自体がね、そうですね、やっぱ多いモデルなんでね、うん、ありますから、ね、はい、デザイン性はもう語りきれないですね、うん、よかった、今までで一番多分バリエーション的にも豊富だし、うん、すごい楽しいなと思います。そうですね、はい、じゃあ3つ目、うん、まあ、つけ心地、ステータス性ということで、はい、まあ、つけ心地はこれもね、前回のエクワン同様に、うん、もういいに決まってると、はい、そうですね、もう、まあ、オイスターもジュビリーもつけやすいですから、はい、もう何もないです、もう本当つけやすい、うん、それだけ、うんうん、ロレックスは。だただやっぱステータス性のところでいきますと、はい、デートジャストもすごくいやらしさのないモデルだなっていうのは感じますね、うんうん、組み合わせにもよりますけど、そうですね、でもやっぱり上品ですよね、はい、やっぱり組み合わせによっては、うんうん、すごくシンプルに見せることもできますし、うんうん、そうですね、まあ、あのどっちかって言ったらちょっと遊び心を聞かすこともできるんで、うん、汎用性がね、うん、効くモデルというか、うん、まあ、幅広い種類をやっぱ選べるっていうところが、そうですね、うん、一番いいんじゃないですか。いいですよ、はい、まあ、あとは最近だとその入門機としても結構選ばれることも増えてきてる印象なので、うん、まあ、ちょっと他のモデルがどん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 高騰している中で、はい、まあ、デイドジャストももちろん高騰はしてるんですけど、うん、なんとか頑張って買えるラインにもあるのかなと思いますので、うん、そういう意味ではデイトジャストが選ばれる傾向も強いですし、それでいて最初の時計としても選ばれる方もいますけど、うん、たくさん持っている方もやっぱ1本はデイトジャスト持ってるよ、うん、みたいな方も結構多いなっていう印象があるんで、そうですね、まあ、このあたりはなんかやっぱりある程度そのステータス性、うん、これもしっかりあるのかなというのを感じます、うん、はい、まあだからロレックスのね、代表的なこうモデルとしてつけてるとね、うん、あの自分も頑張ろうとか思いますし、うん、いろんなところでプラスの要素が働くモデルかなとは、うん、そうですね、うん、思いますね、自分だけのオリジナルの一歩を、はい、組み合わせで ね、はい、探していただけるといいかなと思いますね、はい、さあということで今3つ結構話しましたけれども、はい、すごいデイトジャスト、まあ総じてかっこいいなと、そうですね、はい、思いました、はい、なのでここから我々がそのデイトジャストのかっこいいショットを、はい、お届けしますので、はい、皆様1か2か選んでいただければと思います、はい、それではどうぞ。どうでしたか今回のかっこいいショットは。いやもうデイトジャスト DJ ですよDJ DJ41 ですよ、はい、自信あり、はい、もう今回は 5-3 で負けてるんで、そうですね、はい、追いついてやろうかと。ちょっと僕はやっぱお気に入ってる部分がありますどっちがどっちっていうのは分から皆さん分からないと思うんですけれども、はいはい、ちょっと感じ取っていただきながら、そうですね、まあ、でもあの素直にかっこいいと思う方を、そうです、コメントいただければと思います、はい、お願いします、はいはい、
ということで今回はロレックスのデイトジャスト、はい、まあ、現行モデルのかっこいいポイントをご紹介させていただきました、はい、どうでしたか、やってこのデイトジャストを話す意味では、うん、ほんとこう絞って絞ってね、うん、お話して、これぐらいなんで、うんうん、まあ、本当に幅広く語りきれないぐらいはそうです、ね、うん、あるモデルだなっていうのは確かに、はい、過去を見返したら派生モデルたくさんありますよね。たくさんありますよ。それは本当にそう思います、うんうん、ピンポイントでこの過去のこのモデルがいいとか、 なんか例えばデイトジャストのターノグラフとか、うん、アンダーバードとか、まあ、あれば、うんうん、またそれはあのリクエストいただければやらせていただきたいかなと思いますので、うん、まあ、今回は今ロレックスの正規店でも販売してる、うん、デイトジャストかっこいいシリーズを配信させていただきました、はい、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。また皆様とお会いできることを楽しみにしております。ではまた。かっこいい。